皆様、大変お待たせいたしました。ただいまより、鹿島アントラーズ2015年新体制新加入選手の発表を始めさせていただきます。私、本日の司会進行を務めます、高木光代と申します。よろしくお願いいたします。本日は、クラブの2015年新体制及び新加入選手の発表、2015年ユニフォームのプレゼンテーション、フォトセッション、ミックスゾーンと、 長時間お付き合いいただくことになりますが何卒よろしくお願い申し上げますではまずはじめに代表取締役社長岩田茂より新体制について発表申し上げますはい、鹿島アントラーズ岩田でございます本日はアントラーズの2015年新体制発表におきましてですね、多数の皆様にご参集をいただきましたことこの場を借りまして感謝申し上げます 本日、私が皆様にお伝えする内容が多岐にわたっておりますので、まあ、早速ではありますが、本題の方に移らせていただきます。まずはあの2015年のシーズンのスローガンでございます。バックパネルに掲げていますように、我々アントラーズは、ライズ・トゥー・ザ・チャレンジと。 えいうフレーズを今季のクラブスローガンに掲げてまいります。多くの若手が主力に定着した2014年から一歩進んでこれが受け継いできた伝統新生アントラーズが継承していけるかどうか今季はその資質・資格が問われる勝負のシーズンになってまいります。試練を乗り越える 困難に立ち向かう挑戦の飛躍などの意味を持つ「ライズトゥザチャレンジ」こういったフレーズをですねメインスローガンとしてそれを成し遂げるための断固たる意思を覚悟というサブスローガンで表現をいたしました決意をスローガンに込めて進化が問われる2015年シーズンクラブ一丸となって 覚悟を持って挑戦に臨んでままいります強化方針につきましては現セレーゾ体制が3年目の節目の年を迎えると過去2シーズンで着実に進めてきた世代交代とあとチーム全体の押し上げをいかにです、ね、目に見える結果に え結びつけてていいいくかというのが大きななテーマになってまいりまりす勝負どころで勝ちきる強さを追求していく中でリーグ戦においては得点数は昨シーズンと同じく60ゴール以上を目指し守備では失点数を試合数以下つまり34失点以下に 抑えたいと考えております昨シーズン j ンリーグで最多得点をマークした攻撃力を維持してながら守備力を上げて失点数を減らすということが重要になってまいりますまたチームの目標については2009年以来遠ざかっているリーグタイトルの奪還 並びに2011年以来4年ぶりとなる AFC チャンピオンズリーグでの躍進が主となります特に ACL においてこれまでアントラーズは決勝ラウンドで実績を残しておりません強豪チームを相手にアジアで存在感を示して クラブの歴史に新たなページを加えたいというふうに考えております。選手動向についてでございます。トップチームにつきましては、現時点で6選手の新加入が決定をしております。新人選手は3名。大阪桐蔭高校から久保田選手。そして アントラーズユースより鹿島学園高校の大橋選手と鈴木優馬選手がトップチームに昇格をいたします新人選手に加えてブラジル一部リーグの e c ー・トリアからジネイ選手徳島・ボルティスから高崎選手サンフレッチェ・広島からファン・ソッコ選手が完全移籍で加入いたします また過去2シーズン期限付き移籍でチームを離れていた鈴木隆雅選手が今期から復帰しますので実質7名になります選手動向の大きなトピックとしまして皆さんもすでにご存知のとおり17年にわたってアントラーズに貢献してくれた中田選手が昨シーズンをもって 現役引退をを表明をしておりますそのほかにも前の選手がアルビレックス新潟に完全移籍となりルイス・アルベルト選手宮内選手の2名が契約満了ジョルジ・ワグネル選手は両,両者合意の下契約は更新しませんので計5名がチームを離れます。 続きままして2015シーズンの背番号であります新加入のジネイ選手は9番、高崎選手15番、ファン・ソッコ選手14番、そして鈴木竜雅選手が17番を背負って戦います。新人選手では大橋選手が30番、久保田選手が26番。 鈴木優馬選手が34番というナンバーでプロ選手として第一歩を踏み出してまいります。補足としまして、庄司選手が15から3番、土井選手が28番から8番、そして海王選手が33から7番へ変更となります。 続いて2015年のユニフォームを紹介させていただきます。今期のデザインの最大の特徴としますのは、ファースト、セカンドともにシェブロンと呼ばれる鋭角な柄をグラデーションしたで表現していることでございます。デザインコンセプトや新規、 テクノロジーの詳細につきましては、後ほどナイキジャパンのご担当様より説明をさせていただきます。それでは続きまして、2015年の主たる事業方針を発表させていただきます。2011年の東日本大震災後、クラブ経営は2期連続で、 赤字を計上するなど厳しい状況が続きましたが、2013年度決算は入場料収益増などで大きく好転をいたしました。そして、2年ぶりに黒字転換をいたしました。また、2014年度決算につきましても、現時点では交換職をつかんでいるのが現状でございます。 この流れを継続すべく2015年も引き続き増益を目指してまいりますすでにご存知の方も多いかと思いますがアントラーズの収益はスポンサーシップシートセールス商品販売スタジアム事業の四本柱で構成をされております この4本,4本の柱を支える基盤として地域連携事業とコミュニケーションツールとしてのクラブメディアがございますスポンサーシップにおいてはこれまでも鹿島スタジアムの指定管理者であるそのメリットを最大限に活用しまして独自の広告展開を行ってまいりました今期も鹿島ならではと感じていただける 新たな商品を開発して積極的に販売をしていきたいというふうに考えております。クラブ公式グッズについては昨年春、創刊した公式グッズカタログからをです、ね、プラットフォームとして幅広い商品をお客様に提供していきたいと考えております。また年々、数字を伸ばしているオンライン でのグッズ販売についてもさらに利便性を高め増収を目指してまいりたいと考えております次にスタジアム事業促進について指定管理者である我々の使命の一つであると捉えています今期もマッチデーとノンマッチデート両輪でスタジアムビジネスを捉えてより多くのお客様に アプローチしてていいいきたいとういうふうに考えておりますマッチデーで関する関連するところで申し上げますと鹿島スタジアムでは2015年シーズンより照明の一部を LED に変更します厳密に言いますとこれは茨城県主導の取り組みにはなりますが施設指定管理者として積極的に協力してまいりたいと思っております競技エリアのショードアのップ 感染環境の向上、長期的な意味での運営費削減につながる動きであり、LED 照明の導入は、国内スポーツ会場としては、革新的な試みではあります。今期もノンマッチデーにおけるスタジアム利活用の軸は、健康事業でございます。 現状、ウェルネスプラザの有料・無料会員は前年比188名増の1万2478名に上っております。今年度は周辺地域への貢献度を高めてさらに大きな事業へと発展させるべくスタジアム健康事業の拡充を予定しております。一方で 試合開催日以外の大規模イベントや文化的なイベント、その開催についても引き続き積極的に取り組み、イベントスペース,ス,ペースとしての価値向上に努めてまいります。続いて、地域連携についてでございます。こちらは、アイ e You Ready キャンペーンが早くも4年目を迎えます。ホームゲーム前日と当日、 地元の各種店舗や行政窓口のスタッフの皆様を中心に赤い T シャツを着用いただき試合開催の雰囲気を醸成をしていただいておりますこれまでの T シャツの配布数総数は5000枚今年も2000枚を用意してキャンペーンの拡大を図りたいと思っておりますまた2012年から 参加年計画でスタートしましたホームタウン小学校訪問は、昨年10月でデ日程を終了いたしました。この活動は地元の子どもたちと重要なコミュニケーションの場でございます。2015年より再び参加年計画で小学校訪問を予定しております。この他にも、小学校訪問だけでなく、 アントラーズ食育キャラバンや地域連携商品の開発などにも積極的に関わっていきたいというふうに思っておりますこのようなクラブの事業活動をサポートするコミュニケーションツールでございますが今期はデジタルコンテンツの強化を大きなテーマとして展開をしていきます既存の クラブメディアと連動しテキスト動画画像をデジタルコンテンツをさらに充実させて SNS などを効果的に活用していきたいというふうに考えておりますまいささか掛け足ではございましたが今年の主たる事業方針は以上でございますさて 通常であればここでメディアの皆様からのご質問を受けまして質疑応答に入らせていただくんですがその前にこの場をお借りいたしまして2015年シーズンより新たにスタッフとしてクラブに加入します2人をご紹介させていただきたいと思います。 まずは昨年19年の現役生活にピリオドを打ち、今期からトップチームのコーチとしてアントラーズに戻ることになりました、柳沢敦です続きまして、同じく昨シーズンをもって現役を退き、2015年シーズンからアントラーズのクラブリレーションズオフィサーに就任することが決まりました、中田浩二です。 では着席ください、えー、長年にわたりクラブに貢献した2人を前にして私から多くの言葉を語る必要はないかと思われますがアントナーズの D を <laughs> DNA を持った2人がこのスタッフとしてクラブに加入することは 大変喜ばしいニュースでございますこれまでの経験を生かしてチームをサポートしていただきたいというふうに考えておりますではここで柳沢コーチより皆様にご挨拶を申し上げます皆さんこんにちはこの度約8年ぶりに鹿島アントラーズに戻るができて嬉しいという気持ちと またこのクラブでコーチを務めるという大きな責任を今、改めて感じています。去年、現役のキャリアを終えてまた新しいセカンドキャリアを古巣である僕自身がプロ,大プロとして生み出した古巣に戻って。 またこのセカンドギャリーをスタートさせられることを本当に嬉しく思いますしまたそれに協力してくださったクラブ関係者の皆さんに本当に心から感謝したいと思いますこのチャンスを僕自身はしっかりと生かしてまた鹿島が日本の中でまたアジアの中でトップを取れるような形に持っていけるように しっかりとあのこのチャンスを生かして頑張っていきたいなと思っていますよろしくお願いします続きまして中田 CRO よりご挨拶させていただきます皆さんこんにちは <laughs> えこの度2月からあの鹿島アントラーズのクラブスタッフとしてお世話になります中田浩二です、えー、まず初めにあの現役引退を表明してからたくさんの方々から 温かい言葉をいただきましたこの場を借りて深く感謝申し上げます、えー、そして現金 <coughs> 退を決断してから、まあ、自分の将来お店さまざまな可能性の中でクラブと話し合いをしてきましたその中で、えー まあ今は鹿島アントラーズでフットボールビジネスに携わるということが自分にとってベストなんじゃないかなという結論に至りました、えー、選手としてはベテランと呼ばれるキャリアを築きましたがまあ柳澤コーチと同様クラブスタッフとしてはあの全く経験がありません、まあ、今まで選手として築いてきたものをベースにこれからまた違った形にはなりますが うまくサポートし。貢献していきたいと思ってます。え、これは、これからは。クラブリレーションズオフィサーという。立場で。クラブのステークホルダーの皆様と。より良い関係を築いていけたらなと思っております。以上です。それでは、これより質疑応答に入らせていただきます。ご質問のある方は。 続きまして新加入選手発表会見に移らせていただきますでは選手の皆さんに登壇していただきましょうどうぞ 新加入選手の皆さんですそれでは井端社長より新たにアントランスファミリーに加わります選手の紹介をさせていただきますはい、えー、それでは皆様から向かって左より紹介をさせていただきますまずはサンフレッチ広島から完全移籍となりますファン速攻でございますフィジカルの強さと豊富な運動量に加え複数のポジションをこなすことができるディフェンダーでございます 出身は大韓民国で、J リーグ、すでに3シーズンを経験しております。そういう意味では、戦術面での理解やコミュニケーションに関しても全く問題ないと思っております。続きまして、徳島ボルティスより加入の高崎宏之です。188センチ、78キロという恵まれた体格のストライカーでございます。 昨シーズンは J1 リーグにおいて自己最多となる7得点を記録いたしましたアントラーズの活動地域であるここ茨城県出身ということもあり地元でのさらなる飛躍に期待を持てる選手でございます続いて大阪桐蔭高校から加入となります久保田和音でございます高校時代は、 関西屈指のゲームメーカーとして注目を集め、世代別日本代表でも活躍する選手です。ロシア・サンクトペルプテルベルクで開催されたアンダー1 8国際トーナメントから昨日帰国したばかりでございます。え次に、アントラーズ・ユースより鹿島学園高校の大橋久と鈴木優馬が加入いたします。大橋については、 正確なパスで試合を組み立てることができる184センチの大型ミッドフィールダーでございますアントラーズ筑波校出身者としては初めてのトップ昇格となります鈴木はシュートにおいてもラストパスにおいても最終局面で決定的な仕事ができるフォワードでございます昨年はトップチームの冬季合宿に参加し その後2種登録されたことから一足一足早くトップチームの厳しさを体験しておりますまたこの両選手は昨年10年ぶりに3回目となった J ユースカップ優勝も経験をしておりますまあ以上の新加入選手につきましては積極的にチーム内の競争に加わってそして一日も早く 鹿島スタジアムのピッチに立てるよう日々努力を重ねていただきたいと考えております最後になりますがファンソッコ選手の加入に伴い同選手の通訳としてリカーがサポートスタッフに加わります同氏は2010年シーズンにイジョンス選手の通訳としてアントラーズに在籍した経験を持ちます それでは選手の皆さんご着席くださいではここで新加入選手から一言ずつ皆様にご挨拶申し上げますファンソッコ選手からお願いいたしますこんにちは、うんうんうん、おさ、私と、新しいチームに来て 어, 또 좋은 선수들, 또 좋은 팀, 또 좋은 스태프, 또 좋은 어, 사람들을 이렇게 또 새롭게 만나게 되는데 또 이제 앞으로 여기서 경쟁을 또 해서 또 2015년도 음, 가시마가 타이틀을 꼭딸수 있도록 최선을 다할 것을 저는 여기서 또 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 미나상 こん 일본을 대표する 가시마 안틀라즈에하할수 있게 本当に嬉しく思っ 日々の競争そして勝ち抜いて必ず鹿島アントラズス,スタジアムで一日でも早く皆さんの前でプレーすることを望んでいますので皆さんよろしくお願いしますでは高崎選手お願いします、えー、こんにちは徳島ボリティスから加入しました高崎博之です、えー、去年はまあ自分自身チームの J2 工学という 苦い経験をしてしまいましたがその中で得た試合に対する思いや自分の特徴を出しつつ成長できたと思いますしそれを今年しっかり鹿島アントラーズで表現できたらいいと思いますそれと茨城出身でもっともっと茨城県を盛り上げていきたいと思いますよろしくお願いします 久保田選手お願いします。大阪桐蔭高校から来ました。久保田和也です。えっ、ー、と、少しでも早く、この鹿島スタジアムのピッチで、プレーできるように。これから頑張っていくので、よろしくお願いします。大橋選手お願いします。えこんにちは。大橋悠です。ユース出身として。一日でも早く。 このトップチームでの試合に出るように一日1日を大切にしてこれから頑張っていきますよろしくお願いしますそして最後に鈴木選手お願いいたしますこんにちは鈴木馬です小さい頃からの夢であったこの鹿島アントラーズに入団できて嬉しく思います一日でも早くピッチに立って試合に出て自分に携わってくれた人に感謝の 言葉を残して、どんどんこの鹿島アントラーズで点を取っていきたいと思いますでは、時間も限られておりますので、まずはクラブオフィシャルマガジン、フリークス編集者より代表質問を行います鹿島アントラーズ、メディアチームの松原と申ししますよろしくお願いします。 まずは今までのアントラーズに対するイメージと、今カニが決まりました。今現在のアントラーズというクラブのイメージをそれぞれファンソック選手の方から、からそれぞれお聞かせください。よろしくお願いします。アントラズのイメージね、私が最近ジェリーグでいる時で보면ね。 음, 공격적인 패스는 뭔가 뭐 이렇게 역습 석공 이런 게 빠르고 또 아무래도 볼 운전에서의 그 결정력이 되게 좋은 팀이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 이 안트라즈의 이미지는 뭐 기본적으로는本当に 縦に速いサッカー.そして、まあ、カウンターも早く、そしてゴール前でのまあシュートのチャ 소감은 뭐 이렇게 또 제가 생각했던 또 이렇게 좋은 또 정수형이라는 또 형이 저잘 이미지가 좋아서 이제 거기에 또음 보답할 수 있는 또 그런 모습을 보여주기 때문에 어뭐 저로서는 뭐 여기서 최선을 다하는 수밖에 없죠. 뭐 제가 할수 있는 그래서, 그래서 이 쿵군의 부단에서 또 저를 그렇게 영입해 줬다는 거에 대해서 모든 스태프들에게 저는 감사드릴 따름입니다. そうですね、アントラーズに入ってきてからは、まあ、2010年でおられたイー・ジョンさんのイメージがとても素晴らしいので自分はそれに負けじと一生懸命日々の練習を怠らずにそしてまたイー・ジョンさんを超えるような活躍をしてみんなの期待に応えられると思っています。えーえー、僕が高校ままででで茨茨城城生活していましててそこでまあ茨城を代表する チームが鹿島アントラーズだったので、まあ、昔からやっぱり何個もタイトルを取ってすごいチームだなというふうに思ってましたまあ最近あ去年はやっぱり得点力がとても多いチームで、まあ、自分もやっぱそこであの多いあ少ないチャンスの中で点を取ってきましたし今年またチャンスが 去年より多ければもっと点を取れると思うんでそこに期待しています鹿島アントラーズは常に優勝争いに関わっているチームですごく歴史のあるチームだと僕は思っていますそのチームにその優勝争いに僕がしっかり選手として関わっていけるようにこれから頑張っていきたいと思います と一試合一試合を一一試合一試合合の勝負にこだわって常に上位にいるチームだと思います小さい頃から見てきて鹿島はどんな試合でも勝たなきゃいけないチームで、まあ、毎年優勝争いするだけではなくしっかり自分も試合に出て優勝したいと思います。ありがとうございました 新人参選手にお聞きします。これ毎年恒例なんですけれども。ご自分の性格や、プレースタイルを、動物に例えるとしたら。ええ、何になるのか、理由も含めて、お聞かせください。ええと、僕は。ボランチっていうポジション付いてるので、やっぱり。鳥。っていうのが一番の。自分のプレースタイルに合ってるのではないかなと。理由は、やっぱ。視野を広く持って、プレーするっていうのが。 ボランチとしては必要なので。やっぱ僕の特徴もそこでも。そこで。それだと思うので。僕は取りだと思います。自分もボランチをやっていて。自分は犬です。犬のように。フィールドを駆け回って。講師ともに。貢献。したいと思います。自分は。タカニじゃなくて。すみません。 鹿に似てるのかなと思います縦の突破力だったり推進力が鹿に似てる部分があると思いますなので今年はそういう部分でどんどん自分のいいところを出して貢献したいと思いますありがとうございました以上ですではこれよりメディアの皆様からの質疑応答に入りたいと思います まずはユースチームから聴覚しました鈴木選手と大橋選手に登場していただきますどうぞはい。まず鈴木選手が着用しているのがフィールドプレイヤーのファーストユニフォーム大橋選手が着用しているのがフィールドプレイヤーのセカンドユニフォームとなりますでもフォトセッションに関しましては この後新加入選手全員を集めましてお時間を取らさせていただきますのでこの場はプレゼンテーションに移らせていただきますでは2015年ユニフォームについてナイキジャパンの武雄様よりご説明をいただきます武雄様よろしくお願いいたします、えー、皆様こんにちは ただいまご紹介に預かりました私ナイキジャパンで J リーグを担当しております竹尾と申します本日はよろしくお願いしますえっと本題に入る前にこのようなあの機会を与えていただきまして鹿島アントラーズの皆様には感謝申し上げますありがとうございますでは早速私の方からですねユニフォームについて大きく3つのトピックについてお話をさせていただきたいと思いますまず1つ目がデザインのストーリー そして2つ目がデザインおよびユニフォームに使われているディテール細かい部分についてお話をさせていただきます。で最後3つ目がこのユニフォームに使われているテクノロジーこのテクノロジーが一体選手にとってはどういったパフォーマンスにつながっていくのかというところを細かくご紹介させていただきます。で早速まず1つ目デザインのストーリーについてです。まずホームのユニフォームに関してですね皆さん見ていただいてお分かりのとおり2014年度で初めてソックスまでコーンにして 赤ココンンンといいっったたたシーズンで戦っていただきました2015年も同様に伝統とチームのアイデンティティを象徴する赤そして鹿島を囲む海を力強く表現したディープネイビーといった形の赤コンコンのカラー展開になっていますそしてデザインの大きなディレクション方向性に関してはナイキグローバルフットボールが掲げるハイスピードブリリアンスというテーマがあります 日本語でどういった意味かと言いますとあの高速に光り輝くという意味があるんですけどもあの、まあ、そのシェブロンというこういった V 字を、えー、その高速にこうや波動のような形で表現するデザインが今回2015年度のユニフォームのテーマになっていますそして遠くから見て分か,る分からないかもしれないんですけども使っている色が赤3色 濃い部分とそして最後は薄い部分といった感じで3色の赤い赤の違いを表現していますこれは、えーまあ、チームにとってベテランの選手もいて岩田社長からもありましたがその世帯交代という意味でチームのベテランの選手の活躍そして若い選手の成長と躍動というところでそこがうまく融合してミックスされたらここに真ん中に出てくる部位シェブロン またビクトリーという意味になっていきますそしてこの赤ユニフォームに今回使用しているアクセントカラーにゴールドといった色を入れています皆さん見ていただいて正面の部分 V ネックの部分にもビクトリーを表すゴールドの V を入れていますそして袖のリブの部分にもアクセントカラーにしてゴールドを入れていますこれは今まで多くのタイトルを獲得してきたクラブの誇り証しを ユニフォームホームユニフォームに落とし込んだカラーコンビネーションになっています。またパンツに関しては通常であればサイドにラインの色をつけたラインを入れたりするんですけどもシャツの部分のグラフィックを生かすためにあえてシンプルにディープネイビーディープネイビーといった形の色合いを使っています。ちょっと回転してていいいいただいてもでいいですか <laughs> すかませんでソックスの部分にはトーナル色で 本の中にですね、シェブロンといった形でふくらはぎの部分にもシェブロン柄を入れております。ありがとうございます。で引き続きましてアウェイのユニフォームのデザインについてなんですけども、デザインコンセプトのハイスピードブリリアンスシェブロンというテーマは同じです。しかしホームと違って非常に細かい細いラインを用いてシェブロンを表現しています。 実はです、ね、このシェブロンの細いラインには3種類の太さの違うラインが使われています。一番上の部分が一番細いラインになっていまして中段部分に中ぐらいのラインそして一番太いラインが一番下の部分といった形で3層のラインによってこのシェブロンがデザインされています。 また見ていただいてお分かりの通り白、白、白といった本当にクリーンでフレッシュなイメージを与えるユニフォームなんですけれどもこれまでここ2013年、14年ぐらいは鹿島灘の鮮やかなブルーを使ったりとかあとチームカラーのレッドを使ったりとかで今までアクセントを使ってきたんですけれどもホーム同様に今回は白にゴールドといった形で本当にエレガントなデザインになるように今回、考えられています。 そしてホーム同様にソックスのふくらはぎ部分にはハイスピードグリーディアンスを表すシェブロンの共通のシェブロン柄が入っております。続きましてユニフォームのディティールに関してです皆様からちょっと見えない部分にはなるんですけれどもあの首の裏側の部分にです、ね、それこそシェブロンの逆三角形のインナープライドというものを入れています。まあ、これまで、まあ エンブレムの内側に入れたりとか2014年も同じ首の裏に入れてはいるんですけれどもそこには鹿島アントラーズ様を象徴するアントラーズロゴとジーコースプリッツのベースとなるファミリーアントラーズという文字を刻んでおりますそして2015年選手着用オーセンティックユニフォームに関してはチームのエンブレムを刺繍とワッペンで使用した仕様になっています これまで軽量性だったりとかっていうところで熱転写シートっていうものを貼り付けていたこともあったんですけどもこれは昨年度ブラジルで行われましたサッカーの祭典からですねナショナルチームも同じ方向性で動いてはいるんですけどもやはりチームの象徴エンブレムをやっぱりゴールをシーン ゴーールシーンの後にですね選手がこうぐっと握りしめたりとかやはりこうエンブレムにキスをする選手もいたりとかでやはり選手とかクラブにとっては非常にエンブレムというのは重いものであるというところで今回はゴージャスにワッペンの仕様になっていますで上についているチャンピオンスターに関しても刺繍の仕様になっておりますあと最後テクノロジーに関してです,皆さんこの素材ですね 2013年、14年はアトムファブリックというウロコ状の特徴的なあの素材を使っていたんですけども2015年はですね同じくリサイクルしたペットボトルを再利用して新素材を作使用していますその名前がプライムライトファブリックという新しい新素材なんですけども特徴といたしましては非常にあの吸汗速乾性が優れているというのと肌触りと着心地があのすごいいい。 新素材になっていますなので触った感覚も非常に柔らかいので選手にとっては非常に着心地いいあとパフォーマンスにつながる新しい素材かなと思っていますそしてそこに使用されているテクノロジーといたしましては前面のこの脇の下部分ですねちょっと横向いてもらってもいいですか 側面の部分にレーザーカットホールというレーザーで直接穴を開けてそこから通気口を作ることによってあの体内に多くの新しいフレッシュな空気を入れて体温の上昇を下げるといったようなことを考えて使用されていますあの見た感じも V の字でシェブロンをテーマにこのレーザーカットホールは穴を開けられていますありがとうございますそして最後に え横から入った空気をですねどう逃がすかというところで2015年のオーセンティックユニホームは背面をすべてメッシュパネルにしていますメッシュパネルにすることによって横から入った空気を後ろに逃がす選手はあのプレー中非常にこう体温の上昇が激しい非常に大量の汗をかくそういった意味を考えて多くの空気を取り入れてその熱を逃がしてあげるそうすることによって90分間走り続ける まパフォーマンスを維持できるような考え方をされておりますありがとうございますまテクノロジーに関してはホームもアウェイも同様の仕様で行っておりますまた今選手が着用していただいておりますインナーですね2014年初めて鹿島アントラズ様は長袖のユニフォームを使用せずに半袖のユニフォームの下にナイキプロというレイヤー,をレイヤーリングをした新しいスタイルで戦っていただきました 2015年も同様にナイキプロの着用をしていただきますでナイキプロはどういった特徴があるかといいますとあの非常に伸び縮みするコンプレッションが非常に特徴的ですでコンプレッションによってどういうパフォーマンスにつながるかといいますとある程度の緊張感を筋肉に与えることによってパフォーマンスが上昇していきますまたあの余分な例えば筋肉だったり脂肪の動きを抑えてくれるので無駄なエネルギーの消費 軽減すするととったところの特徴もありますなのでヨーロッパのチームとかでしたら夏の暑い時期でもこのナイキプロを着ている選手も非常に多いぐらいですので日本でもそのような鹿島アンドラーズのチームが率先してこういったナイキプロのレイヤリングを提案し着用していただけることに私たちも感謝しております。大きななところでは以上になりますが 武雄様素晴らしいプレゼンテーションありがとうございました。